人格教育は民主主義社会における市民の育成という観点から子供の人格の発展に働きかけ子供を取り巻く諸問題を解決することを目指した教育のこと。英語のキャラクターエデュケーションの訳語であり性格教育や品格教育なども用いられる。アメリカ合衆国では1980年代以降従来ボランティア活動や 奉仕活動として実施されていた活動が学校における教科教育と結びつけて実施されるサービスラーニングが実施されるようになった。これらは日本では人格教育は道徳教育の分野、サービスラーニングは公民教育の分野で取り上げられることが多かった。しかしアメリカ合衆国ではこれらは同一の目的の元で並存した形で実施している州が多い。 人格教育そのものは昔から存在していたが20世紀の米国では価値や特目は学校で教えるものではないとの風潮があったため学校教育としては一時的に衰退した。しかし1990年代中頃から民族や宗教を超えた倫理的文化的な特目が必要と考えられるようになり新たな取り組みとして人格教育が展開されるようになった。 ありがとうございます。